です。違うか。吉田サラダです。We love スワローズっていうことで、スワロー勝ちました。阪神さんに勝ち越しです。嬉しい。勝ち越せたよ。いやー、初戦は20失点、20対5で負けて、これはどうなることかってね、心配してたんですけども、僕予想しましたよね。3試合合計得点で負けてても、次の試合とその次の試合勝てる、もう3試合合計得点で負けてても勝ち越せる、そんな気がするって言いましたよね。3試合合計得点、阪神さんは21得点、ヤクルトスワローズは14得点、それでも2勝1敗勝ち越しました。素晴らしい。もし阪神さんがね、その21点をね、7点7点7点って分けて取られてたら、もう全敗ですよ。いやいや、嬉しい的中ですね。やっぱりね、ピッチャーが良かったですね。高橋奎二投手、8回をゼロに抑えて最高。あのコントロールもめちゃくちゃ良かったですね。いやいや、もうね、あのヤクルトスワローズの若きエース、もう今シーズン負ける気しないんですけどね、今日みたいなピッチングしてたら負けないですよね。いやいや、これから楽しみ。本当に優勝を狙うためにもう高橋奎二投手が戻ってきてくれた、もう調子を戻してくれた、もういいですね。勝ち1勝ついたのがめちゃくちゃでかいです。いや、これいけますよ。吉田大成選手もね、ナイスタイムリーです。いやいや、凛々しい顔がまた一段と凛々しくなってましたね。これね、もう吉田大成選手注目してるんですけども、吉田大輝投手が投げて勝って、で吉田大成投手が打って活躍する、それを YouTube で吉田サラダが喋るっていう、吉田デーが近づいてきたような気がします。早く吉田デーしたいですね。え、楽しみですね。首位と 2.5 ゲーム差になりました。またまた見えてきましたよ、うさぎさんが。いやいや、楽しみですね。あ、首位全然狙える位置にね、あのいい位置にいい感じでつけてると思います。この調子でヤクルトスワローズ頑張ってほしいと思います。明日からも頑張ってください。ゴーゴースワローズ。